エモヤンの人生ふらりつまみ食い。はい、エモと竹野でございます。うーはれべた、今日もね苦しい、めちゃくちゃ、今日は飯食った後に、今日は日本シリーズの展望を今日やりたいと思います。その前にこのお店は、日本で一二を争うスポーツ紙の代表吉川代表がのご紹介の、飯屋さんで、石球、はい、四ツ谷荒木町の石球です。石球、はい、これねもう吉川代表はもう部下を連れてきたりなんかいろんな怪しげな人を連れてきたりそんな人と一緒に来た場所で飯はうまい。ここの親父はね、あの親父さんは新潟出身らしいんで、新潟の米と酒と、それから煮物、それからその魚、今日もね一応3人で、食事をしましたけどね、忘れてました、日本で、3大スポーツアナウンサーといわれる、松本秀夫さんです。3大スポーツアナウンサーの2番目でございます。あと2人だったんですそんなことで、その実はこの石球、四ツ谷荒木町のね今日はごちそうになりましてね、まあ、腹いっぱいになりました。で、ここはその親さんがその今言いましたように新潟出身で、まあ、新潟ものがこう煮物から魚からね、刺身から、まあ、本当に素晴らしい和食でね、久しぶりにゆっくりこの家でくつろぐような感じで食事をいただいて、でそこで、さあ果て、何をやるかというとですね、まあ、料理を一つずつ紹介するのがあれですから、ガラッと、今日はですね、趣向を変えましてめったにやらない日本シリーズ予想というのをですね、この3人でやってみたいと思います。それぞれ専門家でございますので、この中で一番、的外れなことを言うのは私でございます。いえいえいえ、一番あのまともなこと言うのは聞いたことない。日本で三大やと言われる2番目の松本秀夫アナウンサーでございますが、皆さんそれぞれね、今度のヤクルト対ヤクルト対、オリックスの、日本シリーズ、まさかしかし2年連続最下位のチームが優勝するとはね、予想しなかったでしょ。いやそれこそだけですよ、ね、うん、だってヤクルトと12位って言ってなかったんですよ。そうですね、大丈夫、これは大丈夫、大丈夫なわけないです。松本さんは、はい、惜しかった最後 の, あのロッテが日本シリーズ出ると思い込んでたんですよね。ああまあでも本当にあのよく頑張ったと思いますね。頑張ったよ、2位は2位だから、ね、戦力的に言ったらだってロッテはやっぱり2位になる力がなかったと思うんで、よくあそこまで行ったと思います、うん、まあでも予想ちょっとしてなかったけどね。いやそうですね、でも俺は数少ないヤクルトも3位でロッテも、まあ、あの3位 A クラスね。これはあの皆さんなかなか評論家数多しといえども、うん、ヤクルト、ロッテ両球団を A クラスに、うん、あの予想したのは多分江本さんだけじゃないですか、うん、まあそれで終わりですか。はい、あの金一分はこちらからいや根拠は何かと言われると、ヤクルトはねやっぱりそのしばらく優勝しないと、割り方上の方に行く癖があるんですね、このチーム。だから今年あたりひょっとしてそういう癖が出るんじゃないかなと思ってね、あえて A クラスにしたらなんとね、はい、優勝ということでした。さあオリックスはねもうずっとねこのチームがなんで優勝しないのかって不思議でしょうがなかった。戦力整ってましたもんね。そうなんだね、メンバー見てもね、でそのいつ優勝してもおかしくないのに2年も連続最下位だったんで、これは優勝予想はとても無理でしたが、ロッテはヤクルトと似ててみんなあんまり期待してない時ひょこっと上来るんですよ ね, ね、でよくよく見ると結構揃ってる。さすがですね、うん、まあ、しかしいずれにせよですね、自分の一面を飾るにはやや不足がちな両チームですが、しかし盛り上げるとしたらいい選手いるしね、どっちに。そうですね、ネタになる人はいっぱいいるでしょ。います、います、います、
でね、はい、オリックスだったら山本とかね、うん、いや、 やっぱり初戦の奥川と山本の対決なんか、これはやっぱりどっちがっていうのは、これはね、おもろいね、まあ、ちょっと今からちょっとその日本シリーズもね、うん、オリックス対、ヤクルトの予想をじわじわ、裏予想してみたいと思います、ね、でもどっちだと思います。いや、それでそのね、ヤクルトもまあ聞いた代表はあれだから、ヤクルト の役員でもあるからね、ヤクルトのことは悪くは言いません、まあ俺が無理やりね12位じゃないのって言ったんだけど、いや、まあ、それはね昨年12位だったって言ったんだ。そうだね、失礼しました、ちょっと言い方間違ってだってそのヤクルトでもそうは言っても、はい、やっぱり優勝するとは思わなかったですよ、どう考えて。いや、まあそれはもうしてほしいとは思いましたけどね、うん、やっぱりちょっと去年のね、スコア本当あの、うん、セ・リーグ6位っていうのも12球団で見ると本当チームの一番12番目ぐらいのスコアだったんですよね、うん、確かに、まあ、だって思いましたよね。まあそれもそうなんですけど、今日よく見ると山田がいて村上がいて、はい、そうなんですよ、まあ、青木がいたり、ね、それから、まあ、あの塩見なんていうね、大活躍してますからね、一番に定着しましたからね、うん、この辺まあ村上とかまだ新聞的にもネタになるじゃないですか。そうですもん、なんかインパクトで、ね、もうサウスポー村上なしにもね、うん、今語りませんから。そうそうそう、だからまあそういう意味ではね、うん、ヤクルトもそういう勝ってくる要素はあったんですよね、今年はね。まあそんなことで、日本シリーズの予想どうですか。ヤクルトでしょ。あのヤクルトにやっぱりね、勝ってもらわないと困るんですよ。いや、もうヤクルトにぜひ。だからさっき言ったあの、うん、奥川とね、山本のこの第一戦の投げ合いっていうのもね、うんうん、これはこれね、これまあ普通ガチンコで一歩も引かないという意味でよくやるんだろうけど、うん、この昔の僕西武担当がなかったんでね、うん、当時森監督が、うん、だから例えばずらすとかね、うん、いや、いやいやずらすとかね、うん、かそういうような駆け引きとか、それでいて実はずらさないとか、うん、だからその素直にもう今みんな見るでしょ、うん、だからそこのところの逆に野球が少し単純になってるんじゃないかなと、うん、まあ今予告先発になってるんですね、予告先発もあるしね、まあ、ということは4勝3敗でヤクルトが、そうですね、ということですね、はい、で松本さんは一応ロッテで言ったから、まあ、パ・リーグ系で言うと、いや、あのやっぱり山本は、うん、ヤクルト打線打てないんじゃないかと思うんですよね。なるほどね。そしてこれ2つあの多分オリックスが、うん、1戦目と6戦目を勝つとして、うん、であと、まあ、他のピッチャーの中で宮城は勝つとか、うん、いろいろ考えると4勝2敗4勝3敗でやっぱオリックスがこの山本で2つ多分勝つって考えると有利なんじゃないかなっていう気がする。なるほど。ということで、両その専門家が来ると専門家じゃないですけど、それから、オリックスが勝つんじゃないかという根拠をいろいろお聞きしたので、それを参考に、いや、エモさん、エモさん、言ってたよ、エモさん、私はそれを参考に放送させて、エモさん、エモさん、エモさんの予想やらないですよ、それはないんじゃないですか。まあその、まあ、江川流に言うとね、まあ4勝3敗でどっちかが勝つでしょう、ね、ちょっと以上でございます。